あと4番のブラッグス、2試合連続となる2号ソロホームランを右中間に叩き込んで1点差まで詰め寄りますが、ここで踏ん張るべきの野村、満塁というピンチを迎えてまたも金本にやられます。走者一掃のタイムリースリーベースを打たれてしまい、これで7失点。結局5回途中でマウンドを降りました。エースを失ってしまったビースターズの負け濃厚と誰もが思いかけた6回、満塁から高橋がセンターオーバーの2点タイムリーを打って8対6と猛追撃。さらに打撃好調の石井、こちらはレフトオーバーでベイスターズついに8対8の同点、見事な反撃を見せます。こうなるとあとはこの人しかいないと9回に登場の佐々木の初球、痛い一発を野村に浴びてしまい、ベイスターズにとって重い1点がのしかかり、万事休すかと思われたその裏、この重い1点を高橋の一振りが吹き飛ばしました。土壇場で9対9。さらにランナー1塁2塁でバッターは佐々木、カープの守護神大野からなんとサヨナラのタイムリー。4時間を超える大熱戦は10対9でベイスターズがものにしています。3番打者佐伯孝弘選手です。ヤクルトスワローズ対阪神タイガースのゲームと続けてご覧ください。佐伯選手は根っからの明るい性格が受けて目下人気急上昇中です。球団も今日は女性ファン50人を招待して佐伯デーにしました。今日はどういう活躍を見たいですか？やっぱりホームラン、ホームラン3番だし、ちょっと期待してます、ファンレターの数はチームで一番多いらしいですね。なんですかね、他の人知らないですけど、確かに、まあ自慢ですけど多いですね今日の決意はガッツポーズ1回ぐらいは見せたいですね、はい。試合は4回、好調広島打線に一挙6点を取られ、横浜昨日と同じ追いかける展開です。1点返して迎えた5回、ワンアウト1塁でバッター佐伯、広島のルーキー山内のスライダーを捉えた打球は佐伯コールに乗ってライトスタンドへ。これで3点差、昨日の逆転サヨナラ劇の再現後と佐伯が高々と狼煙を上げました。佐伯が作った反撃ムードは7回、佐伯と同い年の広島の主砲江藤の今日2本目となる5号ツーランホームランで断ち切られます。広島のホームラン攻勢で13対3と大差がついた8回、珍しいハプニングが起きます。監督が交代を告げた投手とは別の投手がマウンドに上がってしまいます。三村監督も苦笑い、これで広島の集中力がプツンと切れました。横浜打線は大塚がスリーランホームラン、さらに9回には進藤ローズにもホームランが出て4点差まで詰め寄ります。決着は13対9でしたが、敗れた横浜打線も好調さを明日につなげるゲームでした。風速33メートルの強い風が吹き荒れ、選手の集中力も途切れがちでした。横浜は大リーグのエンゼルスからやってきた新外国人のシュワーツが初先発、身長1メートル96センチ、長身がもろに風を受け、苦しむシュワーズに対し、広島はいきなり3連続フォアボールで大量得点のチャンス、4番江藤。犠牲フライであっさり先制、しかしこの1点止まりでした。広島は2試合連続完投勝ちのチェコが先発、横浜1回の裏ワンアウト3塁1塁で4番ブラックス。フィルダースチョイスとなって同点。こちらも風のためなのか、思うようなピッチングができなかったとチェコ続くローズには犠牲フライを打たれ逆転されてしまいます。さらに3回にもローズ、レフトからライト方向への強い風にも乗りました。チェコは4回に進藤にもソロホームランを打たれ4失点、日本のマウンド初めてノックアウトを体験、4回でマウンドを降りました。昨日の試合では13安打6本のホームランを打ち大爆発した広島打線、5回1点を返しなおも2アウト3塁1塁で3番前田。今日は打線がつながりませんでした。試合はこの後雨まで強くなり、6回が終わって降雨コールドゲーム。広島打線は10個のフォアボールとデッドボールを得ながらヒットわずかに2本、今日は一休みでした。勢いに乗るスワローズですが、その陰には投手陣の活躍あり、
自分のピッチングをすることだけを考えろ。そんな隅コーチの言葉に送り出されて、先発吉井は6回までノーヒットピッチングを演じます。一方ベイスターズ先発斉藤隆も完璧なピッチング、クリーンナップなで切りの5連続三振を含む三振ショーでこちらもノーヒットに抑えます。7回吉井は連続ヒットで1塁2塁とピンチを迎えると、さらにワイルドピッチでランナー3塁へ。しかし気楽にやれという隅コーチの一言が効いたのか、ここは熊田をゲッツーに打ち取ります。こうなると流れはスワローズ。これまでノーヒットに抑えられていた斉藤隆に対して8回ランナー1塁で飛ばし、ファールかと思われた打球は風のいたずらかポールに当たって第1号ツーランホームラン。初ヒットがなんとホームランでスワローズ勝ち越しです。結局吉井は2連続完投の完封勝利、チーム防御率セリーグナンバーワンの投手陣の活躍でスワローズついに8連勝です。でしょうか。ヤクルトの先発石井は2回の満塁のピンチもバッターはピッチャー有働ということでピンチを脱すれば、この完全な長打コースがなんと1塁ベースに当たるラッキーな一幕と、8連勝中の勢いそのままの展開です。そしてヤクルト2点リードで迎えた5回、石井は進藤にライトへ弾き返され、これをきっかけに2塁3塁のピンチを招きブラッグスと、その時野村監督石井から山内にスイッチです。得意の継投で勝負に出ますが、オリックスから移籍した山内がフォアボールを許し満塁とし、続くローズ。出ました、文句なしの3号満塁ホームラン。4対2と逆転に成功した横浜に対し、唖然呆然の野村監督継投大失敗です。こうなると流れは完全に横浜、7回には畑山の3号スリーランホームランも飛び出すなど8対3。最終回2番手五十嵐が池山に2号ホームランをライトスタンドへ運ばれますが、森田佐々木がようやく投球練習を開始するだけの一撃でした。ダブルストッパーを温存する余裕の展開で横浜快勝し、ヤクルトの連勝は8でストップです。